ナム、そっちはどうだダメ全然見つからないよあれムムたちはここで合流する予定だけど王子さん大変です向こうの食堂でムムさんが <laughs> おかみミルクおかわりむむさん飲みすぎだよスーちゃんも焼きミルクはスースー <laughs> ドラゴンだって飲みたい時があるのさミルクと涙とドラゴンボジョウってね ねえおかみ聞いてくれるあたしのダーリンってねとっても優しいのでもねたまにはあたしのこと叱ってほしいって思ったりするのこんなあたしわがままかしら優しいだけの恋なんておままごとさ本んの恋は。 お互い傷だらけになりながら認め合うものだからね。傷だらけ。あたしたちの恋って、まだスタートラインなのかしらムム、大丈夫か様子がおかしくなったって聞いたけど。ダーリン。ああ、大丈夫ですよ。 おかみさんのおもてなしを受けてばよいしただけなんで。スーここにいたんだなスー、うん。く、くふっ。<laughs> やさぐれた様子ですが、それでも無事のようでよかったですわ。よくないわダーリンよくないわ私… ミルクを飲んでたのよこの非常事態にこういう時はあたしを叱るべきだわさあ叱ってお叱りなさい叱れーえっえっとモム今はそれどころじゃもう人間の寿命は短いんでしょあたしたちはどんどん喧嘩してガンガン愛を深めて はあ、今度はどうしたの喧嘩よ喧嘩思い出したわスティクスの妖態の前で絶対に言ってはいけないワードがあったの言ってはいけない言葉もしかしてそれがタブーなのかええその禁じられたワードは大嫌い あってことはもしかしてそうさタブーを破ったのはあんたら二人だよお互いを否定する醜悪な姿スーに植えられた人間への負のイメージがあたしらを生み出す種になるのさだからスーは家を飛び出したのさあんたらの関係が修復されれば 負のイメージが払拭されるからね。スー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 あれは、わたくしたちを仲直りさせようと。そう。 だけどあんたら二人はその努力を水の泡にしちまったんだそりゃ焼けミルクも飲みたくなるさ <laughs> ねえどうしたらスティクスたちはいたずらをやめてくれるのいたずらもミルクも同じだよやりきれないから嘘を晴らすのさ。 やりきれない気持ち。私、昨日は言い過ぎたなんて、微人こも思っておりませんわ。だけど、このままでいいとも思っておりませんの。スーを悲しませたのは事実ですし、何より、いがみ合ったままなのは、モヤモヤしますから。 ですからゆゆうじ手を出しなさい仲直りの握手ですわカトリーヌお前やっぱりムカつくしでも俺もお前と同じだし昨日からずっとザワザワして落ち着かねえしだから ほら仲直りの握手お。お前、手汗すごいのな。もう、デリカシーのない人ですわね。それはお互い様でしょ <laughs> それとごめんな、スー。俺たち、この通りだから。 だちょちょょぎれるね。これなら私らも心が洗われてせっぷく遠くの魅力よりもあまちゃんだよこのすっとどっことこ <laughs> やっぱりダメだったしいやそんなことはないさただそんな上っ面の仲直りじゃ あたしらは納得できないって話さうわっ面ですってそうさあんたら意識の奥底ではまだわだかまっているんだよそいつが消えない限りフ、うん。 ツーを連れて逃げるぞ寒いもんを見せつけたお返しさ見つけたら、八つ崎にしちまいなステュクスたち、さらに増えているわしかも凶暴になって、町を壊して このままだと、この街どころか、大陸中がめちゃくちゃになるわね。通りちゃんたち、握手握手もう一回、仲直りだよそんなこと言われましても、無理ですわそうだし無意識でわだかまってるなんて言われても、よくわかんねーしおいあー そこの惑える皆々様、どうぞこちらへ通りゃんせ。えあなたはそいつは後のささめきごと。今はとくとく逃げるが吉で。あ、ああ。